こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9ライブ配信始めていこうと思います。今回はこの、長距離線ですね。すごい長い駅間になってますんで、途中駅を2つ設置して、ここですね、列車走ってますね。つなげたいと思います。ちなみに251か、ここ基本的に10分停車なんですね。この辺に一つで、この今信号所になっているところですね、時間調整の、ここに一つ、これを液化して列車を止めたいと思います。特に白紙のダイヤ改正は行わないので、液を作って、まあ10分停車ぐらいさせてっていう感じなんでしょうですね。はい、ということで、よろしければツイッチで配信しております。ツイッチのアカウントフォローぜひお願いします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー、チャットコメントプリーズ。そして、2日後に YouTube でですね、プレミア公開いたします。ですので5日の21時頃にプレミア公開いたしますので、ぜひ見てください。ぜひ、チャンネル登録、動画の高評価もぜひお願いいたします。 YouTube マイチャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter である X のアカウントも、用意しております。ぜひアクセス、アカウントフォローお願いいたします。リポスト、いいねもお願いします。 YouTube マイチャンネル、サブスクライブド YouTube マイチャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 TwitterX、マイアカウント、ビジット&フォロー&グッドボタンプリーズ。ということで、これは駐車場か。まずはどっちの駅から始めようかな。まあ、こっちかな。めんどくさそうなのは、単純に。で、今までは、この駅の折り返しのためにですね、折り返しそのまま入ると、団子状態になった際、なる際に列車がぶつかってしまうと思いまして、
ここで特急も含めて10分止めて、例えば200番台で、まあ、特急なんですけど、乗降なしにして、運転停車って形で止めることで、この駅で正面衝突をなるべく避けようっていうやり方でやってます。でその役割はこれを駅にしても変わらないんですが、こっち側はただ通過させてるんですよね。なのでこの通過させてる部分を特急と快速があるんで、快速だけ、止めさせようと思います。まずはちょっと線路をいじらないといけない、レールかここも含めて撤去なんだが、これ駅だから駅を撤去しないといけないんだよな。確かにこれは不便。いちいち撤去選ばないといけないのはちょっとな。でこっちは線路の撤去になるからな。あ、今道路の撤去になる、なってる。でこんな感じで、こんな感じかな。で線路をあと道路も撤去ですね。この分はここはそのまま置いとくとして、多分バス通ってなかったと思うんだけどな、ここの区間通ってたらすまんっていう感じだ。あとここの部分もバス通ってなかったはずなんで、道路は省略しとき、道路は削ります。で、線路を作る、線路を立てる。あーそうか、10メートル高さのはずだから、ずっとこんな感じですね。で駅を作る、どっちがいいんだろうな。まあそんな台のこっち難しいところは、まあここは必ず駅作っとかないといけないよね。ああそうか、こうかな、むしろ。いや、こうじゃない。てか2000でいいんだ、これこは。2000でいいんだけど、台の駅だとあれするのか。
そんな感じなのかな。こうすることで予備のホームとして活用できるよな、まあ、もしくは駅舎小にして、まあこれだとあれだもんな、まあ、駅舎小でも十分なんですよね。ここだとぶつかっちゃうんだろうな。もうこの感覚で言うと、ずっと駅間は変えたくないから、駅舎小で、まあ特に駅舎小で十分だしな。反対かな。この辺で行きましょう。で、線路を作って、こっちは快速にする。撤去ですね、一度。で、設定して80キロかな。で、こっちは解除して、60キロだな、60キロにして、まあ70キロで、でまた速度制限表を解除すると。これでいいよな。直進方向は一応衝撃の少ないポイントを使ってるので、フルのスピードで通過できるっていう風にします。これで特急は大丈夫ってことですね。駅名どうしよう。駅名な、まあ普通にここの駅ってケータンだから、ケータンで、これなんていう駅だ、5、安直だな、五神にしとか出したら。ちなみに近くにあるバス停は、でこの辺ってコミュニティバス走らせてたと思うんだけど、走らせてたけど設置しないんだ。この辺ではバス路線走らせることも考えないとダメですよね。
つまり、で、バス停も作らないとダメ。あ、こっち側でもいいのか。でもこっち側だとここの接続が無理だからな。このバス停があるんですよね。中津ではないな。川があるわけじゃないから中津じゃない。橋原橋、新今宮、寺田町か。なんとか市場前とかな。平野、大和路線っぽい。東武市場前で行こう。で、その東武市場前の3番線か。3番線は、全列車一旦どうしようかな。10分停車にしつつ、10分停車なんだけど、10分停車だよな。全列車一旦適用の上、200番台は乗降なし。20番台ってなんだ。230番台があれだよな、エクスプレスなんで、240番台が、うん、230番台も乗降なし。設定できないんだ。じゃあしばらくはしゃあないな。他、ここに来るあの特急系の列車ってなんだろう。多分なかったと思うけどな。空港とこれ230番台じゃない、230番台の空港ですよね。なんでこれはここでいいと。で、基本は全列車分岐なんだけど、ここで200番台は直進だよな。こんな感じで
ただもしかしたら快速を中にも通過列車設定するかもしれないけど、ここの駅で列車がダウン落ちするからな、地数の中で通過列車設定するのはあまり良くないから、一応特急以外は全列車停車としましょう。でここだよな、何分停車がいいのかな、1番線でも普通に考えたらここではまだ 10分停車してるか追いつけないんで、普通に5分停車でいいような気がするよな。一旦全列車に適用の上、同じように200番台とかは特急は止まらないので通過にしときましょう。停車、うん、まあ5分停車かな。そこまでは停車いらんけどな。なるべく逃げ切った方がいいから。5分停車いる、まあ5分も止まる必要ないような気がする。まあでもいいか。これが首都駅目ですよね。あ、そうそう、バス路線を立てないといけない。これな、どっちにバスターミナルを置くか、ここが東武市場前言うんだから、やっぱり市場置かないとダメですよね。市場って商業施設だっけ？公共施設だったかもしれない。市場言うてもあれですからね、ショッピングモールじゃないからな、本当に市場だからな、公共施設かなと思ったんだけど、文化施設わけないしな。A 点出さないとダメですよね、本当に。でもやっぱりシティーズスカイライン並みのやっぱり自由度欲しいな。まあ鉄道をメインにしてるから鉄道が目立つのが大事っていう声、考え方を否定はできないけど、商店街があって、あ、まあアウトレットモールとかもで、そうだよな、なんかで代用しないといけないかもしれない、市場は。あ、あった、ちゃんとあるじゃん、あるや、卸売市場がありました。どっちに市場を置こう。東武市場前って市場の北側に置いてたよな。あ、なんかプラネタリウムとかある。こいつら。いや、いらんよな、こいつら。なんでのさばってんだろう。いや、ここはもう市場にするんで、立ち去れっていうわけで、
まあ線路を引いてかん方がいいかな。バス停ありますからね、ここに。これなんだろう、シネコンか。シネコンって、シネコンはうちが持ってんだ。植物園は持ってない。持ってないんだ。まあとりあえずバスターミナルを設置するとか始めた方がいいよね。こんな感じ、普通にこんな感じで、でまあこんな感じだよな、普通に。で一応全車今のとこは直進で全車に適用だな。なるほどな。ぶつかってる？ぶつかってやがる、ここ。セーブしよう。新規セーブ。反転したら。もうぶつかるんだよな。で、ストップ。この交差点はとりあえずそうするとして、こんな感じかな。ここも同じかな。
通にバス停でバス停の名前をつけて、で普通に前か前をつけない、前の北、基地を消しとこうか。でも駅と被るよな。で東武市場をここに設ける、どっちがいいんだろう。このシネコンいらんよな。もっと駅に近い方が便利ではある。こうかな。こうだな。まあこうなんだけど、こうかなと思う。こうですね、多分。まあ、元々はここに貨物線が通っていたとかいう設定もいい、設定とか、貨物列車を入れるっていう設定もいいかもな。じゃあ資材工場を作っとこう。だと、あ、入らないんだ、資材工場。中でも結構でかいのか。一応市内の回収はできるはずだからな、多分大丈夫。ちなみに今地下ってどうなってんだ。市内の回収をしてくれるトラックはこれなんだっけ。あ、配送所で ここで下ろして、積み先がここになってんだ。ん？つまりここら辺は工場街なんだ。でここに資材工場があって、その資材をこれらにな拾うことができるってことか。どうしよう、ここも、用済みかな。いやでもさ、これあーダメだ、これ用済みはできない。ちなみに範囲から言ってこの2つの資材工場は拾うことはできるんだよな。基本まあ工業地帯っていう風に名目はしてるんだけどな。もしかしたらここで代用効くかもしれない。ここも資材運べるしな。
まあどうするかですね。ここの資材工場もいらないよポイってやってもいいかもしれないしな。1個は撤去しとこう。資材工場を作りすぎると資材がたまって赤字になるし、余計な雑居ビルとか建っちゃうからな。将来的にはここに貨物船入ってるけど、一個撤去して廃止してこっちに線路を敷くことも考えましょう。まあここ車庫置いてるからな、車庫はしばらくは必要だけど、この辺に車庫を動かすことも考えていいのかもよ。高速道路との絡みだろうな。この高速道路は本来山手にこう上げたいんだよな。ただ山手に上げるのはいいけど、高さが分かればいいんだけどな。高さってここでこのヘイトカットのとこで分かるのか。ヘイトカットでこれ多分80メートルだって分かるんだ。つまりすると80メートルで安定するんだ。しかもなんでやろ、70メートルの方がいいのか。70メートルだよな多分。逆に70メートルで安定できる。確定だな。一応確定しないと線路は変わらないんで、一応道路を撤去した上で再度ジオで、70メートル固定するで、確定した上で平地になった。これでここの部分は平坦が確保できるんで、
登山鉄道あたりを、鉄板鉄道を上に伸ばすこともできるかもしれない、将来的には。こんな感じですね。これで70メートル、この辺は70メートル平面として、集落を置くことができるってことだ。それはさておいて、メインじゃないのでさておいて、この駅はもう多分この方法で行けるんで、まあバス路線は次回ちょっとやりましょう。ここにもバスが通ってんだよな。これ多分ここからここへ行くためのバスだろうけどな。こことここは直接鉄道で接続してないんで、接続してるするためのバス路線を作ってもいいかもね。こういうふうに回るバス路線かな。東武市長のバス停も変わるかも、場所は変わるかも。じゃあここバス停作ってないんだな。まあここ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 か、あのバス路線として考えられるのは、ですね、既存のバス路線の運行があるってとこですね。まあ一駅終わったんで二駅目作るか。ここですね、二駅目は。でやっぱり同じような高架駅を作るってことになるのかな。これ高架駅小だよな、多分。確かここ駅所の2面2線だな。
第か、これ、これ公開期第、あ、章、章でいいんだ。で、まあ、章だとこんな感じになりますよね。あ、しまった、間違えて息を置いちゃった。まだ早い。台だと、台だと、しばしきホームになるのか。まあ、台でいいんじゃないかな。敵が考えると、まあ、順当な線かな、この辺が。で、同じようにレールを敷く。なんでポイント。中途半端なんか。いける。でも、は、曲がってるんだろうなってことになるか。じゃあ、まあ一回作った上で、ここのレールをまっすぐしてガイドにした上で、駅をもう一回敷かないとダメだ。
で、基本やっぱりまっすぐ、しばらくはまっすぐかな。やっぱり分岐で全列車に適用だけど、休憩は直進というとこだろうな。これも同様で、で、分岐は全列車に適用だけど、休憩は直進か。3分っていうとこかな、両方とも。で、駅名も決めないといけないよな。ここちなみになんていう駅名だっけ。西金貨物駅か、西金か、西金。別金だな、別。あまりし、長距離線新っていう名前は付けたないんで、まあ、単純に別金としとくか。全列車に適用しましょう。で、その上で、あ、そう、バス停の設置だな。まあそれは後にして、まずはこれです。これをつけないとダメだな。
からんなこれ。まあ、とりあえず90キロでまあいいか。当然ここ60キロだからな。で、80キロぐらいにしといて一旦。ん？何これ。で速度表置かれてる。なんだろうこれ。一旦速度制限表解除を入れないとね。で80何キロ設定なんだろうここって。速度制限表は書かれてない。これまず無制限になるだろう。80キロで、まあ、当然60キロか。どっかに100キロが置かれてたけど、100キロはどこだ？これか。ここは無制限になる。80キロで、15キロぐらい。無制限だろうな。
で、ここが80で、以下は楽なので90でも、ここはまた80になって、っていうとこか。うん、これで多分大丈夫だと思うけどな。感じかな。ちょっと見ていきましょう。じゃあ、あとそうだ、河川中も引かないとダメなんだ。河川中を設置して、さらに河川中が引かれてないから、河川中引いときましょう。ずっと引いてなかったんだな、ここ。感じだな。で、まず河川は敷くことができた。スピードも調整できた。ほんでもって、ここも結局バス停作らないといけないんだけど、ターミナルをこういうふうに作っといて、あれ、なんで立てない？あ、立った。で、まあ一
旦これ全社に適用して、同じく全列車に適用しといて、あ、バス停か、ちょっとバス停はここ。ここってバス停走ってるんだったよな。ことになるとバスターミナルはここじゃダメだ。もうちょっと動かさないといけない。だろうな。てかここいらんよな。この道路は撤去でいい。勝手に敷かれてるだけだもんな。で、この上で、バスターミナルをこの辺に敷けばいいだけの話だ。駅は別。あるけど、こうやって下通れんのか、ダメだな。設置してる場所が良くないから通れない。取る必要もないしね、しばらくは。ここは高速バスでいる。くらいかな。
っと時間を動かしてみるか。あ、列車が来た。ちょっとこれに乗ってみますか。ストップストップ、一旦ストップ。追跡してみますか。止まる空港エクスプレスが、通過してっていう感じですね。でどこまで行くんだっけ。空港快速ですね。あ、先行くんじゃないかな、これは。近いと通過の可能性もあるけど、あんまり列車走ってないからそれはないってとこか。12分停車ですね、ここ出発。で、停車する。返しをすると、まあ問題はやっぱり時間かかっちゃうことですよね、今まで比べて。すぐ止まると、
っぱあんまり本数が来ないんで、全然列車来てないですからね、ここ意外と。だからもっと増発、長距離線の増発はいるかもしれない。ここで折り返す列車も結構多いからな。特急の増発はいらんけど、快速系の増発はいるかもな。やっぱり広域運用が快速は増えてきた感じはありますからね。情報なしですよね。あくまで運転停車なんで、なんかぶつかってないよな、さすがに。あ、ぶつかってる。だから列車のあれが少ないのか。そう、特急のあのあれも少ないからな。なんか来る列車少ないなと思ったら、の城だった。じゃあ車庫から出てくる特急もたくさんいて、
もうこれ特急が来ますからね、接続あるんじゃ、あ、追い抜きあるんじゃないでしょうか。ありますね、やっぱ追い抜いていった特急が。ちょうど来て追い抜いていくっていう感じですね。まあ22時台か。ぶつかりはないってことは見て大丈夫なんで、車庫に入り始めましたね。ここに入り始めてますね。この204番はどこに行くんだろう。
ターミナル駅着いた。あ、車庫に入るか？いや、違う。車庫に入るんですね、ここで。2本を先に行かせて、それから214番の出発なんだ。
さあもう多彩な列車が走ってますね。まあ、快速系210番台を1本増発かな。普通する。ここが結構ガンになってるな。つまり、また車庫に入線する運用でダイヤの柔軟性もないんだよな。この214番って比較的速達系の列車ですけど、ん？引っかかってる？あ、違う。大丈夫だ。違いですね。さあ、しばらく列車が止まります。特急は来てないな。
まあ課題はありますね。やっぱあそこの車庫のある駅、長距離線でそこ折り返しの列車と被っちゃって混雑するっていう大問題があるんで、接続できる列車があった、その瞬間を撮ろう。溢れてますね。オーバーフローしてしまっている。列車が折り返すんだったら、あの追い抜き見られるかもですが、どうでしょう。あ、これ来るかな。追い抜きするかもね。ここで追い抜くのかも。あ、やっちゃったや。
車来てるけど緩急接続のタイミングってなかなかないな。逆に特急の延長がいるかもね。本数あるんだよな、多分。ないように見えて意外と本数ある。この辺で折り返す列車もあってもいいかな、この駅で。結構列車走ってるんで、まあここの渋滞とかもなんとかしないといけないしな。ひとまずここの駅を作ったんで、列車来たな。
この貨物列車の処分も含めてですね、でも大きなダイヤ改正はいらんよな、まだ車庫に入るだけだもんね。運転車か、ここ。スピードアップしてもいいかもしれないですね。
はい、というわけで、時間帯によって列車は来たり来なかったりするけど、駅を2つ長距離線に作ることができました。こういうふうに特急も通過したりしますし、まだは伏線にはなってませんが、幹線としてですね、東西を結ぶ幹線として今後生きてくるんじゃないかなと思います。なんせ都心直通鉄道でできるっていうのがやっぱりでかいですね。はい、ということで次回はどうしようかな、やっぱりバス路線走らせるべきでしょうね。どういうバス路線を走らせるか、周りとの兼ね合いもありますして難しいところですが、やってみたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。 YouTube にこの動画のアーカイブを流します。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価、お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネルアップロード2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。アカウントフォロー、いいね、リポストもぜひお願いいたします。TwitterX マイアカウントフォロー and リポスト and グッドボタンプリーズ。A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。